第36期放線 A1 リーグ実況の古橋隆です。解説は日本プロ麻雀連盟会長森山茂和が務めます。森山会長よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは対局の準備ができたようです。第36期放線 A1 リーグ第10節 C 卓3回戦東杯の開始です。立ち人友竹正治の合図で3回戦が開始となります。3回戦はチーチャに前原、ナンチャに柴田、シャーチャに伊藤、ペーチャに西川の並びです。トン一曲ドラは初、さあ西川険しい表情、親番は前原、ドラの初が1枚ですね。ちょっとハイパイは苦しいか。こちらは柴田大津ので一面つかんせ、して伊藤マンズで一面つでしょうか。石川はピンズで一面つ。さあここまでは西川が、宅内トップと。ああ西川君プラス、はい、さっきトップだったね。そうですね、うん、15.3 となっております。ああ15.3、浮きの15.3、はい、そうですね、2人が同じだけプラスと同じだけ、マイナスという。柴田君にシャーテン、はい、なんちゃ、ごめんなさい、なんちゃの柴田ですね。ドラが流派がね、はい、1枚あるんですけど、早く出るって誰も投げないんだけど。そうですね、まだ1枚ずつしか持たれていない、ね、うん、また2差しへの変化すればドラ打っても十分な手配ですが、誰かがね重なるまで持ってるっていう、はい、よくありますよね。よくあるね、起源からね、自信に重なるかもしれないと。さあ伊藤ローマン引き、ここは3枚打っていく。まあウーピンなんか先に1枚切っててね、はい、くっつけてね。ああそうですね、伊藤は、はい、浮かせていますね。あの捨て牌がパーピンウーピンレアンピンとかちょっとピンズが安くなっててね、ピンズ待ちになればこれは出上がりも相当期待できる捨て牌です。さあ西川カンチーマン引いた、こちらもいいシャンテン。ただ想像の下の形がちょっと弱い、弱いですね。よね、だからあの辺外す手もあったかもしれないね。さあどうなっていくか。野番の前原、白を重ねました、うん、まあ、数層なのか数ピンなのか、ね、はい、同じ形です。このパースは、まあ、6、7、8がありますね。予想は切ってるけど、まあ、ローソン引けば振り点にはならないからね、はい、うん、伊藤もスッとメンツができない、まあ、いまいちね、はい、あ引きましたよ、ローソン引いて、うん、いいことですね、西川谷尾さん色いいシャンテン、うん、さあ9万個、これはピンズのカンちゃん払う手がありそうだ。ありそうですね。どっちを選択するか、数ピンから 4-2 と切ってね、はい、うん、ドラが2枚山ですからね、ドラ重ねたら強いぞ柴田。まあ、西川君が持ってるともうまだションパイですね、はい、うん、ね、これは気分よくリーチいけます ね、 い、 ね、いいとね、すぐいいとこ重ねたね、はい、うん、さあここまで苦しい展開の柴田、勝負手で先制リーチが入ります。待ちはイースーマン、前原ドラが浮いていますからね、ここは折りになるか。ウーマンは現物、さあイースーマンですが、スーマンはないんですが、イーマンが2枚山、なんとか上がりたい。西川君もいいシャンテンだからね。そうですね、うん、うん、転敗しない。さあ前原もいいシャンテンになっている。リャンピンは現物、さあ柴田いいスマのリーチ。いいシャンテンになって前原君ドラ切っていくのかな、どうなんですかね。ねえ、
まあ、両面のリーチになりますが、あ、来ましたよ。寒中宗闇天ウーピア中筋、ウーピア通りそうだね、通りそうですね、うん、ただ一応 最後の4、まあ通りそうだね、ピン切りとはいえ、うん、かなり通りそう。サイスただ寒中宗がね、どうなの、寒中宗2枚もたれで、2枚もたれバゼロですから2対2、積もった、積もったね。いや、これはパーソー残しが、うん、ね、西海手順でしたね。来て、うまいこと来てくれたからね。はい、うん、さあこれ上がれれば、やっぱ西川君は調子いいんだね。いいですね。いい上がりになります。西川君にいるだけあってね。はい、うん、あれの上がれるね、うん。追いついて一気に追い越しました。単野打つも3色。もうあれにね、やっぱり負けるイメージがある人は負けだよね。要するに寒中宗テンパったけど、はい、いいは打っちゃうとかね。そうですね。うん、あれがチーソ積もれるんだもんな、うん、もう勝つイメージを持って戦った方がね、はい、いいでしょうね。西川また3回戦も絶好のスタートとなります。23,900の積も上がり、トン2局柴田のエヴァンドラは老僧となります。うん、ちょっと派手な手が来てるよ、ここ。さあ伊藤、うん、初もありますから第3ゲームまであればもう一気に来たー、来ましたよ。ちょっとあーもう派手な手配、派手、捨て配は派手、捨て配が派手。これ会長どうですか、1枚目からない、もうな、もうしょうがないしょうがないですか、もうなくしか、もうしょうがないっていうか、もう、はい、もうしょう、これもう捨て配が悪いよ捨て配が悪いですね、うん、もうこれしょうがないよ、はい、どうせ警戒されちゃうもん、これどうせ警戒されるならもう1枚目からいこうと、もういいや、小三元でもいいやぐらいに行くしかないよ、これ、はい、あ、これ前原が白髪と思ってますよ。みんなばらけてどうなるかね、初はばらけましたからね、うん、これは泣けそう。何でもいいから1面ずつ作んないとしょうがないね、ここの流派だってね、もう出そうですね、どっかでね、あ、なっ、あ、数層から行きましたよ、うわ、あ、これ初出るんじゃないですか、数層から行ったポンだ露骨だったね、これこれは露骨ですね、うん、露骨だったねこれも白と中はちょっと出ないんじゃないですか、前原もさすがに、これさすがに出づらいね、天敗じゃないと打たないですよ、山にあるよ、山にあるんですよね、中2枚、うん、白1枚、これ上がったら笑うね、あ、ドラも、あ、ドラはローソーか、まずこれはポンされてるはずで、うん、流派がね、流れてるからね、カンリャンマン入った、いいピンがないだけにこれはもう上がるなら大上がるなら大三元ですよ、上がるなら大三元、いやどうなる、可能性はあるぞ、まあ、ただこの大三元は難しいよね難しいですね、実際これはもう相当出ること、ね、あ、前原、お、え、あら、これやる気ですよ、ドラドラですか、前原、お、あ、大三元、柴田も1日3だ、これはチャンスあるぞ、伊藤テンパったら白中持ってきたら白出る可能性ある、ありますよ、え、これは前原ピンチと伊藤チャンスが両方いやまあ大三元打たんだろうけど、ねえ、積もられることがあるね、すごいね、おお、白いつ切るんだ、おい、ふう、いつ切るんだ、テンパイまでは前原、ふうふうふう、あ、リャンソー食い取った、食い取った、前原のリャンソー、あれ、伊藤にもちょっとこれは、いや、どう出るかわからない、いや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 、お、あ、リャンソー、切らない切らない切らない、泣けば、あ、今なら多分打ちますね、白は、テンパイなら、どうなるんだこれ、いや、チュンが深いか、あ、リャンソーが出なくなった、ついた、でも長引くともう今度出さなくなる、ね、もうそうですよね、うん、手締まいしちゃうかもしれない、それとね、多分ね、あの泣きで雀荘が流れたのが前原くんが分かってるかどうかだって、ね、分かってますよね、つむぎりましたもんね、はい、そうすると結構まずいなっていうのがちょっと危険信号パターンですよね、はい、うん、それでこんなもたもたしてるでしょ、まあ、なかなか転廃しないですよね、うん、そうするとあの行かなくなる、いやー、いけない、でここは何でも来る、
西川泣くのか何かがあるか、これ卵巣酸素かもしれないですね。まあ数層ポンされてるからね。あ違う、ローピン切りだ。ローピン切り、ローピン切りも偏数層だけどね。これ偏数層ですね。上がりは相当難しそう、うん、飛んではいいピンか。まあいいピンですよね、うん。あ、ここはトンにしました。第3弦1本。第3弦だけだ。はい。おっと、食い取った。食い取られた。食い取ったよ。食い取られたのは痛い。わかんないや。いや、西川君やることうまくいくのか。本当そうですね。うまくいってますね。あの数案の相手あんなに頑張ってさ。はい。ねえ。ほう。食い取っちゃいましたよ。食い取っちゃうんだ。あー前やらやめた、ね、これでもう第三弦はなさそうだ、うんうね、第三弦なくなっちゃったね。あの白取ったトンは一枚切れでしたよね。これ伊藤プロ脳天かもしれない。脳天ありますね。あ柴田天杯入った。これ役割に構えましたね、ペン3ピン。まあ点数はね高くないけどね、はい、うん、効果的なね、うん、まあ結局やることがうまくいくんだね。そうですね、うん。旬が深い。あれが例えば泣いて第三弦積もられるがひどいんだけど。そうです ね, ね食い逃しちゃうね。まあ旬がねどうなってるか分かんないけど、はい、旬が深い。深いね。西川君が注文を持ってきたら第三弦上がってたかもしれないってことか。その後2個もう1個入ってますから、前原が持ってきたら、持ってきたらかい。ああそうか。ああローピンチーム入ってるから ね, はい、なるほどね。何もなければ、何もなければですが、分かんないもんね、いやでも注文あんまり深いね。深い深いですね、本当に。3ピン掴んだ。3ピンアウトだよこれ。あ3万切り切らないと。その間に柴田君がもう持ってこない、チューブ持ってきて、チューブ持ってきたらどうするかですよね。これやめるよそれは。ああそうだ、ここは柴田上がり切りました。あ親だ、親です、ベンちゃんです。3、3色で500オール、ちょっと露骨だったかな。すごいあれだったけどね。でもチューンがなかったね。チューンがもうワンパイに2枚っぽかったですから、まあ、でも第三弦って出会い頭みたいなとこあるからね、割と警戒される役ですからね、はい、結構泣くと難しいですよね、その全部泣くのはね。なんとか自力で一つぐらいあんこにしてないと出上がりは厳しいですよね。そうだよね、一つあんこにしてて、はい、できれば一つぐらいちょっと一枚切っといてね。そうですね、ちょっともうあんこ切りぐらいしといたら、はい、明細を施しておけばなんとかだいぶいいけどね、はい。さあ柴田連チャンに成功です。一本バドラはいいそう。まあ伊藤プロもこんなもんどうせ上がれねえなと思いながらねやってますよ。あんな難しいもの、はい、もう手配がもう極端になっちゃってたし ね, ね、いいそうドラですね。ああドラドラになりましたか。いい、ね、ドラドラ。ここは全局に引き続いての勝負手が入りました。伊藤勝負手っていうか、はい、まあそりゃそうだよね。ただまあチーワン切ったね。他に切るのなかった。まあ目、まあ、いっぱいどうですか ね, ローピン1枚外すとかあるかもしれないですけど、いやそんなこと、まあ、ストレートに行きましたか、ね、
それはあるね。ローピン走ってあったね、はい、これで、まあ、同じようなもんだね。3万ですか、うん、いやこれローピンありますかね。ローピンもなくはないですよね。うん、3万切り、うん、まあ、これは、まあ、あのピン付け見てるとあそこにくっつけちゃったとかね、あのイーソーの、あの統一落としはないですから、はい、ドラですからね、一色に行くことはないですから、ほとんどね、これ一色に行くのは相当、はい、あ、これで246になってローピンですかね。だからまあ3万とこに出てて、はい、3万が出ててローピンが出て今3万出るみたいなね、順序が逆になってる、うん、まあ、そうなってる可能性はあったね、はい、うん、さあ伊藤ちゃんステーション10、ローマはつもぎり、泣きました。前原がパーピンのポンで単ヤオのイーシャンテンです。シャンテン、さあこの泣きで何が入るか。パーソーじゃダメだ。まあ両走嫌っていく手がありますよね。はい、どっち嫌うか。あの換算走とかのマシになった時は嫌ですからね。うん、そうですね。まあ換走に受けるのかもしれないけど、それよりも今想像の上が安くなってるから換地走の方がいいですね。換地走の方がいいでしょうね。換算走よりは、うん、さあ関連マン入った柴田イーシャンテン、嘘は西川に来た。さあ前原さらに手広くなる。リャンマンポンしてスッチーソー待ちの天敗で、これは伊藤の数走が危ない。数走入れば大丈夫だが、数走が危ないと出るかどうか分かんないとね、数走はそれは分かんないね。あ、柴田天敗ですね。ここは天敗取ってやみてんだ、親だからね。はい、ドラもつもりで、まあ前原君なんかだともうここでもうリーチ打っちゃって、はい、もう何でもいいからもうこれ柴田の手配ですね、うん、もうリーチ打たなきゃもうダメだみたいな、うん、もう相手も天敗だろうけどね、はい、まあ出上がり効かない分ね、うん、いやリーチ考えているか、それとも天敗を外していくのか。あのトーン一旦切ってね、トーン行って切って、はい、一旦切ってそのリーチ打たなかった分ね、なんとなくこうちょっと行きづらい感じが、これは出ますかね、うん、つもぎりかパーソーぎりか、つもぎられた、ね、前原の上がりとなります。まあ、これがちょっと嫌なのね、要するにリーチ打っとくとこれは止まるかもしれない、ね、止まるかもしれないですね、かもね、あの現物か、現物でしたか、現物、あ、じゃあダメだね、現物だったらダメだね、帰って出ちゃったね。そうですね、帰って出そうです。前原が単葉で先天の上がり、まあ、やって仕掛けられちゃって単葉みたいだなと思って、もうあそこまで行っちゃうともう間に合わないと思うかね、はい、おろしに行くか、まあ、なかなかおろしに行ってもやめてくれないからね、特に前原はやめてくれないですからね、うん、まあ、その辺も分かっててやってるかな、はい、っていうことですかね。対戦経験も多いですからね、柴田は前原と。さあトン三局、伊藤の野蛮です。ドラはウーピンで、伊藤はダブトンが統一、まあ、それでも前原君はリーチ来ますけどね、多分、はい、もうそうですね、上がり逃すのが嫌だからね、それでもリーチに来るのが前原、うん、上がり逃すのが嫌だ、嫌だ、嫌だっていうことだからね。西川がものすごいハイパイでした。単品三色イーペイコードラドラのイーシャンテン、あーもう天敗、あーカウガンだ、リーチ、あ、リーチいらないんだ、ドラドラあるんだ。単野を3色で積もって跳ねまんです。積もって跳ねまん。でも両面になるしたいから3万引きたいですかね。3万引いたら両面だね。さあ現状カン、うん、カンウマの天敗。なんか簡単に積もりそうな気がするけどな。簡単に積もって3,000-6,000、伊藤が親かぶり。うん、うわあ3万引いた。リーチあるか。ないないない。リーチあるよこれ。単品ドラドラの闇天。リーチあったね。リーチありますよね。うん、ただイーペイコ変化もあるからね。まだあります。ピンズがね。うん。だけどリーチ打ちたいぐらいだよね。打ちたい打ちたい、本当に打ちたい、西川打っておかしくないんですが、ここはあ差し子の変化見ますね、これは差し子変化、あリーチに行きました、つもぎりでリーチ、うん、恐ろしい打点のリーチが、うん、やむわ、積もれば3,000-6,000、
5枚残ってるってことか。わあ、手牌に、そうですね、3枚、うん、山に5枚、これは十分残っている。いいね、楽で。いや本当ですね。もうこれは西川の、いや上がりそう、上がりそうです。他三者も、ね、羽満だもんね、大きいね、満じゃないからね。羽満積もるともうここも5万点いきますから、うんね、うん、今日のプラスは大体確保できるかなというところじゃないですか、ね、スペン3ピン入るが、まあただね、なかなかみんなも打ってくれないからね。糸地も行く、うん、まあ自敗待ちじゃないからね。はい、お、リャンバンがなおさら山に本当あるわけだしね。ありますね、まだ5枚ありますか。さあ西川、これを積もれば非常に大きな上がり。逆に伊藤は積もらせるわけにはいかない。まあ、積もられるでしょう。積もられそうですね、うん、積もられるって積もれるでしょう、このね、はい、まだ伊藤はリャンシャンテンだ、ね、まだ誰もあれだよね、まだ流れませんね、うん、ごそっとあるかな。はい、どこかに固まっているのか。ねえ、チートイツなのか。コア現物のいいピン切り、リャンマンだ、うん、これは大きな上がりとなります。カウマじゃなくてよかったね。はい、あそこでリーチなんか、カウマで即リーチ打ってるとちょっと、ただね、あそこでリーチ打ってるとね、はい、今度後引っ掛けになったりしてね、あ、なり、実際になりますね、うん、今のリャンマンで出たりすることもあるのよね、はい、出上がり跳ねマンでしたが、うん、ね、さあ西川、メンタンピンツもドラドラで3000、6000の大きな上がりです。いや、積もってホッとしてるね、はい、上がれないとね。いや、空振ったら結構空振ったら嫌だもんね。嫌ですよね、うん、さあそしてトン4曲上がって親番迎えます。西川ドラは3ピンです。まあ調子はいいとは聞いてたけど、いいね、いいですね。前節は大きくマイナスしてしまったものも、うん、ね、いや出来はいいですよね、うん、手がいいよね、絶好調と、うん、またいいですね、2面つできている。さあドラは3ピンですが、伊藤は地風のペーが重なりますが、まだ苦しい。まあ、ピンズに寄せたいのは寄せたいかもしれない、ね、そうですね。西川君もいいシャンテン、ね、ここでいいシャンテン取らず、うん、ヤンシャンテン戻し、まあ、これはもう全然ね、ドラ、はい、ドラを使ったりとかいろいろ考えて、一通とかもありますね。それから下の辺の3色とかもありますね。ありますね、うん、一気通貨ももちろんあるけど、いろいろ見えます。もう変化がちょっと割と手が伸びる感じですもんね、はい、うん、ああなるほどね。3層キットがローピンキットでもあったかもしれないけどね。ローピン切りもありますね、うん、ローピン切ってた方が柔軟性がありますね。さあピンズを引いてくるぞ伊藤、これは想像したいところ、パーソギリ、まあ、まあ、ローピン切って、ローピン残してると大体まあ3ピン引いても差し子だからね、うん、まあ、そうですね、なんとか3色 2差しから差し子に変化したりして、はい、あの3層に数層くっついたりしてね、うん、まあまあもちろんそれだとテンパイだけど渡っていくことができる、うん、さあこれ一旦テンパイですが、いや ここまで来るとね、はい、全部ピンズ切れるかもしれないじゃん。ありますか、これ E マンとか持ってきたら中連邦刀のリャンシャンテンになりますよ、うん、これ、まあ、そこまで必要ないかもしれないけど、はい、西川はそういうのやっていくタイプなんですよね。あ、 E マンがこれは伊藤に来ちゃった。いや結構積もの、うん、これ結構伸びるよ、これ6切れるよ、ローピン切るか、うん、6切っていこうよ、伸びそうだね。ああ、いった、陳逸にいった、西川、ね、伸びてるよ。ただこれは、ただね、ここに泣きが入ったのが大きいね。前原 これがどうだ、これがどうなるかっていう、この泣きはどうだ、ね、前原マンズを抜くのか送り込むのか、どっちもある。ねえ、どっちだ、送り込んだ、送り込んだよ、いいシャンテン、メンチいいシャンテン、送り込んだよ、送り込んだぞ、数万のくっつき、数万のくっつき、なんだ、数そう、どっちも泣かれない、先にピンズ、すごいね、伊藤はいいピンポン、
マンズ1から7ぐらいまで何が来ても転売？そうですね、うん、8と9はダメですね。あとだいたい転売でしょ。はい、C 点ですか、リャンウマ。泣くよこれね。もうそろそろ泣かないとね。これは辛いね。打つ方も打つ方も辛い笑ってる場合じゃない。シゴルの1位ですか。リャンマン前回上がったのもリャンウマンだったよな。あ、そうですね、うん、ピン入って天敗はペイの肩上がりの天敗は取らない、ね、うん、ここは本一に向かう。このリャンウマン前原くんぐらいどうなるんだこれ。まだ天敗の可能性ちょっと五分五分かというところですよね。まあね、一つしか泣いてないから、はい、ただ一面ツピンズ6、5、4って切ってるからね。ピンズの6、5、4切ってるからね。はい、うん、待っててもおかしくないというところでしょうか。さあ前原つもが効かないぞ。まあ、リャンマン積もるかな。積もるならね、積もるならリャンマン、うん、さっきのリャンマンですね。まあ、もちろんそんな、まあ枚数もそうだろうけど、はい、まあ、リャンマンしかないのか。ああ、リャンマン言ったら積もりました、うん、これは2局連続リャンマンの上がり、うん、いやー、西川ピンズ一メンツ外しがこれは決まりましたね。まあ、ピンズ一メンツ外しだけじゃ決まってないんですけど。あ、そうですね、この前原 プロのローピンチ チーのアシストがあって、ね、はいはい、それによっていろいろ1枚入ってと、それ大きかったね。うん、さあ決めてきました西川、鎮逸で4000オール、うん、大きいね、はい。まあ、西川君これ大体決定戦固くなってきたんじゃない。これ大きい、うん、6万2400点ですから、ね、後半ちゃんでも40ポイント以上のトップ、うん、いや、あの雰囲気がいいよ。雰囲気いいですね、うん、もうあとはもうあのなんていうかな、堂々と打ってれば大丈夫じゃない、はい、これ、うん、いや、古川に続いて西川もこれで決定戦がかなり濃く見えてきました。ここでもうもっと勝ち切ってね、はい、うん、これだけの波が来てるんだから、ね、そうですね、ビッグウェーブが来てますよ、うん、それをもっともっとに生かさないと、はい、さあトン4局一本馬ドラはトンですが、西川、ごめんなさい、広柴田が直でのシャオポンしています。もうこの野蛮やらせてなるものかと。まあ、反対にあれですよね、前原君なんかがやっぱり泣いてなんとか親を外そうかわそうとか言ってることが大体ろくなことになってないよね。今日はそうですね、うん、なってないですね。あの僕がちらっと話聞いたら、はい、なんかあんまり西川君とやってる時対戦成績良くないんだぐらいなことは言ってたんで、あ、まあ、そういうのも影響してんじゃないですか。うん、よくうまくいってないけど、でもやってることも結局失敗しちゃってるよね、はい、そうですね、あまりうまくいってない前原、うんうん、でまた何かした時は結局悪い方に行っちゃってるから、はい、まあ、やってることが悪い方に行ってる感じだから、それは無理だよね。ということはちょっと控えていった方がいいですか。だからその辺のバランスが難しいっていうことだよね。うん、ああいうのがうまくいく時とうまくいかない時があって、はい、結局うまくいってない。今期はあまり前原の仕掛けが決まらないんですよね、うん、まあね、はい、その辺のまあバランスもあるでしょうけど、うまあ、例えばあの、ね、古川さんなんかだってね、はい、動くタイプだから、もう、うまくいかないとひどいことあるからねそうですね、みたいなね。ただ反対にうまくいった時も、こんなにうまくいくのっていうのがあるじゃないですか。今期はもう本当にそれが決まりに決まってもう200ポイントオーバーですから、ね、その辺のバランスがね、はい、まあ、みんなねそれはいい時も悪い時もありますけどね、ちょっと前原くんの精度が悪いんじゃないかな。そうかもしれないですね、うん、やってることがみんなうまくいかないみたいな、それをじゃあ、はい、いやたまたまですって言っちゃったら終わりだからね。うん、まあ、自分がなんか悪いんじゃないかなって考えないと、はい、あ、これは柴田がウーソースルーから天敗チー天まで待って、チーと。まあこれに関して言うと親も、はい、あの蹴られてもそんなに痛くない、うん、このぐらいのね点で、うん、このぐらいで蹴ってくれるならそんなに痛くはない、キャンピーあたり、はい、ただ全く、まあ、チートイツのでも親もねイシャンテンで今いますから。そうですね、うん、ドラが浮いていて、いやいや、ふっとしたら
暴れるかもしれないよ。ジャンピン重ねたりなんかしたらすごい強いですよ、うんね、これ。あ、来ました。お、まあただこれはドラ短期になりますね。これはしょうがないね。はい、柴田の上がりです。シャーで1000は1300。いやいや、助かったね。はい。うん、万が一ジャンピンでも重なってたら。そうですね。ドラも今結構ありましたから。ありそうだね。はい。うん、さあ、西川の親が流れて何人となります。まあ西川も1000点ぐらいの、ね、うちはもう全然 OK じゃないですか。まあそんな何でもかんでもねうまくいかないし、はい、うん、だからある意味で一番安い手でね、からついてないとあれでドランコだったりするじゃない、例えばね、しますね、うん、柴田の手に、ドランコなのみたいな。今回は1000点と。さあ何曲、前原のエヴァンドラはウーマンです。うん、いいんじゃないですか、これも手役狙いでいっててね、はい、狙っていきそうですね、うん、まあ、ドラはあのウーアンで真ん中なんだけどね、うん、もういつかちゃんたかという西川、うん、そういうふうな、ね、方向で、方向でしょうからね、はい、ローアンも切っちゃって、うん、ドラウーマンですけどね、うん、もういらないと。まあしかも防御が効くと、効きます ね、これは、うん、防御が効くしハマれば高いしみたいな、はい、ね。さあ柴田はチュンガといつ、まあ余裕で打てますもんね。はい、伊藤は想像の一色手、これ国士無双ありますね、九州になりましたよ国士いっちゃった、はい、九州10倍、なるほどね、三シャンテンです。三シャンテン、はい、伊藤いいところ引きましたね。うん、関連層入って、うん、一旦パーソー、まだメンツでもあるか。いや、さすがに国士はやめといた方がいい。やめといた方がいいですかね。国士はまで、うん、今ほら上がれてる時だから、普通に上がりは取りに行った方がいい、ね。まあ、ちゃんた系で上がり取りった方がいいですか。ペンチーソを拒否するのはさ、あ、今パソギリでしたもんね、うん、ちょっとやりすぎじゃない、その悪くはないんだから国士まで行く必要がないんじゃないかな。もう考えた、お、決めましたよ国士になるほどね、はい、まあ、この辺が微妙なところなんですけどね、これでまあ失敗とかしてしまうと、まあ、あまりよくはないと思いますけど、はい、どうなんでしょうかね、この後のつもに注目していきたいです、ね、そんなにただ困るような展開にはならないと思うんですけどね、だからまあ素直に打ってて大丈夫だと思いますけどね、はい、さあ柴田イーシャンテン、今はすでに持っている、なんかパイがひっくり返っちゃった、ね、あ、1枚落ちましたか、はい、はい、さあ前原の切り番ではない、ごめんなさい、柴田が、うん、あ、これはいい馬んですね、イスチーワンのね、3色目だし、そして前原また動いた、あ、動きました、陳列も含んでいるか、うん、3アウトね、ですか、うん、あ、違うです、違いますね、いや、まだ可能性ありますよ、はい、別に一応単用ですけどね、単用のイシャンテン、あれ、キューピンがね、あ、来ました、まあ、に刺し子かなんかつけるの、キューピン切って、うん、刺し子に、刺し子イシャンテンですね、あれチーピンポンして西角に入るキューピンが流れたね、そうですね、あの西川に入る伊藤プロがキューピンつもぎったよ、はい、キューピン流れたがトンが入りましたね、うん、代わりに、あ、代わりにトンが入ったんだ、はい、でもキューピンもう3枚見えちゃいましたからちょっと苦しい、 あと何がないんだっけ、キューピンと、キューピンとハクチュン、ちょっとさすがにちょっと遠いか、そうですね、あ、チュンがもうないですね、あら、ウーアンウーアンってでもドラドラと見ちゃうかな、サブロースはチーテンが入るぞ、まずはパーピンから、まあ簡単になかなか泣いてなかなかテンパイ系にならないですよね、さあ柴田は目いっぱいのイーシャンテンに構える、
北沿いと春夏なんかここは何からドラドラですもんね。ドラドラですから、あ、イーシャンテンでイーシャンテンになった。チュンが間に合えば、伊藤のチュンが危ない。いや、間に合えばイーシャンテンでしょ。イーシャンテンです。テンパイじゃないでしょ。だってはい、キューピー引き、引いたらね、キューピー引いたら、あ、伊藤ちょっとチュン残してる。キューピー引いたら酸素が出ちゃうと、ギリギリまで引っ張るか、うん、ギリギリまで引っ張りそうだ。引っ張るね。前原のチーテンを、キューピー引かないかね。キューピー1枚あります。キューピン引いてほしいな。ああ、チーテンだ。これは柴田三色のチーテン。うチュンない。あ、三色の方ね。はい、三品待ち。三品いい待ちですね。これ山に3枚あります。いや、まだローマンからだ。うわー、いいピン。いいピンじゃダメ。三品はこれ打たないで済むんですよ。あ、本当ですね。たった打たないでも済む。あ、うん、打っちゃったけどね。打たないでも済む形ではあった。ウーピン、リャンピンといく手は確かにありましたね、うん、さあ、ここは柴田の上がり、三色ドラ1、2000点の上がりです。今一二三で泣いたでしょ。だって一二三で泣いてましたね。さあ、何曲柴田の親番となります。あとで今あれやっぱ5だなって言うよきっと。はい、うん、なんで切っちゃったかねってきっと言うよ。1日3で泣いてるわけだからね。そうですね、3品通っても次、うんうん、じゃあ2品打てるのかっていうのもありますね、うん、まあ、なんか打たなきゃいけないんだけど、うん、まあ、とりあえず5でいいかな。一旦ウーピンでよかったかもしれないですね、うんうん、確かに単用だからね、うん、あ、ドラドラです。西川今度は数アンコウか。いや、でも手がいい。シャーチャか。シャーチャですね、うん、まあ、ただ手がね余裕ですよね、うん、うん、その例えばペイが2枚あるというようなことはもう結局もうの打つ牌に。ああ、だだだだだ、すげえすごいすごいすごいね。この順目ドランコのイーシャンテンで、しかも数アンコへの渡りも打てる、うん、これはものすごい手が来た。ただ先輩来たら取っちゃうからね。1もありますもんね、うん、3ピンとか引いたら、うん、唯一3層引いた時ぐらいですよね。まあ、イーソーとかイーソー、リャンソー、3層引いて、まあ、リャンソー引いたらリーチだからね。リャンソー引いてもリーチもありますよね。イーソー玉点だから、イーソー玉点してる間にスワンコに変わる、はい、うん、まあ、今リャンピンとパーピン切ったのどっちが正しいかっていう話ですけどね。そうですね、うん、だいたい調子のいい時はハイパイからある方を大事にした方がいいね。ということはリャンピン残した方がいいかもしれない。調子がいい時ね。僕はそういう基準ですけどね、調子がいい時はね。調子が悪い時はもうなるべく手を変えていくけど、逆っていうことですね、うん、だからそういうふうな考えで、ほうほうほう、まあ、最もあの全部ねそれが正解というんじゃないですよ。本当じゃないですか。これじゃあ会長リーチですね。これでつもりさんはこう、ペイはションパイだった。だからその辺の考え方のね、うん、なるほど、麻雀のベーシックなこう基本的な部分っていうか、ね、はい、そのついてるとかついてないとか、うん、そういうのを基準に考えた時にそういうことが多いかなっていう、はい、うん、ちょっと苦労しそうですよ、まあ、こういうのって結構経験則であって、うん、経験則ですよね、すよね、このペイがどうだったか、助かったんだ、助かったんだ、はい、これきっと前原とか助けるとよくろくなことないんですよ。これは西川ちょっと気をつけたいぞ。ただ気をつけようがないんだけど、気をつけようがない。これ、まあ、これもリーチでいいですよ。あ、リーチでいいと。もうリーチでもまた誰かに打たれちゃうかもしれないよ。テンパ入った、こっちテンパ入ったね。チーマンでリーチ だ、まあ、だね、やっぱりペイとリャンピンであれか、あのペイ捉えれたかもしれない。うん、ダメだな。さあ、あれ伊藤天敗チート天敗、まあ、ただこれ打ったら何点、吉畑親か、親でピンフで高めが、まあ、高めでやるだけどね、ないもんね、はい、ドラが1枚か、うん、1枚ありますね。ドラで打たない限りは2900だね。そうですね、ピンフ、リーチピンフです。スチマものすごい薄いですね、1枚しかない。前原君打つかもしれないよこれ。あ、全く取るはない、とりあえず3万、ね、分かんなかったら3万切るかさ。いや、前に行くならね、前に行く、ああ打った、
ここはチームあローアンの壁があったね。ローアンが1枚切れてるからワンチャンスですね。ワンチャンスしちゃったね。柴田の上がりリーチピンフ2900です。うん、ただそれでも前原君は助かったんだ。そうです ね、 8000打ってた可能性があります、うん、打ってる可能性があるから、はい、そういうふうに考えるとね、本人はいたと思ってるかもしれないけど、これ分かんないよ。これさあ柴田連チャンに成功。ドラは3万です。1本場それで今これ前原君の手がいいのよ結構。はい、うん、あら伊藤もいいですね。あ西川も相変わらずいい。まあまあだけどね、まずまずか、うん、まずまずですね。前原いいですね、うん、チューン統一でドラメンツができている。ちょっと本一行きたい形なんですよね。はい、まあ、できれば本一ね。ただまあそんな贅沢言えないかもしれないけども、上がるのにはそんなに難しそうですね。そうですね、チューン仕掛けていけば、あもうこれでいいじゃん。まあ、これでも大体もう諦めがついたね。白切るかローマン切るか、うん、ここは白切ります。まあ、つもウーアンの光景がそうですね、ありますよ ね、 っていうね。あとは E1 来て1にチャンタになればいいでしょ、はい、うん、ただもうのんびりしてられないよこれね。シャアはあれだけど、そうですね、ここはスピチューンは泣いていくのかな。チューンは泣きそうです ね、 いないからね。うん、ただ泣いたらろくなことなかったりするんだけどね。最近ないんですよ ね、 だいたいね。斉藤イシャンテン他が手がいいね。うん、西川ローソク、うん、ね、手が伸びてるね、はい、ドラさんはか。あ、もうここで見切りましたね。後継、ね、変換見切ります。何全敗ですね。何はバニー3枚切れたからね、うん、完全安全敗と。ただ前原君も苦しそうだねこれね。そうですね、シャンポン3つ残りですからね、うん、4だよ、うん、まあしょうがないね、うん、次のイーピンシャーをどうするんだろうね。2枚目、うん、E ピンはまあションパイですか。シャアが2枚目になります、ね、もうただもうその後じゃもう間に合いそうにないんだよね。そうですね、うん、泣いていきそうですか。どうするかな、どうでしょうか、うん、なるほどね。さあ9万万個になったイシャンテン手広くなります、うん、もうここは数素切り。さあ伊藤これで天敗スッチーピン待ちですがリーチいった。うーん、なるほどね、スッチーピンだけか。あんまりなんか子供で大したことないね。そうですね、タンヤオのリーチ、うんうん、もう思い切って、まあ、ただ次が親番だからだね、うん、だったらダマでもいいのかなと思うんだけど。まあそうですね、うん、そんなにリーチこれ数ピン張り2枚切れてるし、うん、なんか3個とかあるじゃないですか、うん、例えばね変化もありますね、うん、ちょっと3個とかもあるからどうかな。そのあ打たれた、うん、統一落としで打ってくれたね。安易に打った、何なのそのチーピン。何ですか、珍しいですね。いやあれ打つ必要がないね。打つ必要はなさそうですね、うんうん、僕は今の打つ必要ないと思うけどね。ただ前にまだ行ったっていうことか。でも他にもいらない部屋あったもんね。マンズが単独でポツポツとありましたか、ね、うん、だったら単純にいらないのを切ってる方がまだいいと思うんだけどな。さあ伊藤がリーチ単位を2600は2900の上がりで、まあ、今の上がりなんかちょっとなんか唐突な上がりの感じですけどね、そうですね、うん、ああいうの必然の例えば補充は別にねいいんですけどね、打たなくていいとちょっとこの後が心配になってきますか、うん、ちょっとね、僕は得じゃないような気がするけどね、はい、さあどうなるのか。南三局ドラはチューン伊藤の野番です、うん、まあそんなに調子悪くないから普通に打っとけばそんなに悪くはならないと思うんですけど、はい、うん、そうですね、今みたいになんかわざわざこう
打たなくていいのを打っちゃったりするとだんだん手がね死んできたりするし、そういうのがありますけどね。ちょっと今回はあまり良くないですよ、まあ、だんだんまあ良くないというより悪くなってくる可能性がある、はい、うん、そして逆に柴田が早くもいいシャンテン、まあ、その前に例えばペートリアンピのシャンポンとか上がっといた方がいいわけだから、はい、まあ、あれも上がり逃してるかもしれないし、まあ、だったら今どうなのかっていうね、ちょっと大事に打っていかないと、まあ、今回じゃなくてまだこの先もね、次の回もありますから、まだあと3節、まあ、これ入れて3、今日入れて3節、まあ、今日もせっかくこれでっかいトップ取ってね、はい、次もできれば浮きたいじゃないですか、ね、そうですね、浮きたいです、出るだろうし、それが例えば次マイナスするようなのは損じゃないですか、うん、さあ天敗怖い闇天です。まあ、単純に言うと他の人が簡単にテンパるようになると麻雀はダメですね、はい、自分だけ簡単にいつもテンパるみたいな、柴田が簡単にテンパってしまいました。もうこ負ける時ってなんか腹立つことあるじゃないですか、はい、なんでそんなに早いんだよ、あっさりこれですね、こういう風になってくるとだんだんがあんまり良くない、はい、自分がそういう風に、ね、なってた、ね、今までしてたんですけどね、うん、まあ、余分なことしちゃうと潮目が変わったんじゃないですか、まあ、分かんないですけどね、はい、まだまだでも今回トップは間違いないけどね、トップはそうですね、親番ですから、うん、まあ、問題さあ3回戦オーラス西川の番、柴田は単位四つもで500戦の上がりでした。ただ西川君にとって別に今のね、あの、はい、どんどん局が進むのはありがたいです、ね、ありがたいですよね、安い点数で。ただ柴田君何点持ってんだったっけ、まだまだでも全然ないですよ、みんな点数ないのか、柴田2万5000点ぐらいですか、2万5000か、まあ、浮く可能性は出てきましたね、でもね、あ、ごめんなさい、29,700 点ですか、29,700、すいません、はい、29でも今のでね、もうあと一上がりですよね、はい、上がれば浮きとなります、うん、柴田西川この4番稼ぎ時なんですけど ね、いやもう稼ぎ時じゃないですよ、もうダメですか、うん、僕はそう思うけどね、そのさっきのだから稼ぎ時にするような麻雀を打っていけばよかったんじゃない、難波の道中っていうことですね、うん、そ、まあ、それを、まあ、ペーがどうかは別としても、はい、あとチーピン打たなくてもいいと思うけど、まだね、あそこ打ってしまったらちょっとこの親番も期待できないですかね、いや、それは分かんないけど、まあ、そういうとあの可能性は出てくるよねっていう、だから丁寧に打って出れば、丁寧に打ってれば絶好調なのは自分だったのになと思うよね、はい、それがちょっともったいないかなと。さあ前原がいいですね、二差しの三色見えてきます、柴田もいいところ引いた、まあ、本当の話、麻雀ついてる人に勝てないですから、それは本当にそうですね、本当にだからもうプロとアマがあったとして、はい、ね、もうプロがアマチュアにいくらでも負けるわけですからね、はい、はっきり言って麻雀昨日覚えた人に負けますからね、もう可能性としては十分ありますよね、いや本当に嫌になりますけど、ね、はい、そういうもんですよね、それは覚悟しとかなきゃいけないんだけど、前原くんが145、柴田のツモがいいですね、関数ピン引いて次は想像が3面ちゃんになります。まあ西川君はもうここそんなにもう重く考えてないかもしれないしね、もうあんまりそんなに無理しなくても、まあ終わればいいかぐらいのね、はい、感じでいるんじゃないかな、だからゴリゴリいかないんじゃないかな、いかなそうですね、手配的にも。さあ柴田これで E1 切っとくと、言い紛れありますね、E1 切っとくとあの手広いですよ、あ、ここはパーマン切りと、うん、もうその辺も結構ね、あの、はい、柔軟ですよ、だからイワン切りが多分一番柔軟だと思うんだよね、仕掛けもできますし、うん、単葉でもいいわけですし、はい、あー痛い、うん、だから自分で勝手に決めちゃったからね、だったら そのままイシャンテンでよかったっていう、例えば ね、だから、ね、あれ、あの、あそこのチーワン引きは相当ひどいから、チーワン引いてテンパイっていうのをちょっと単位を持って考えるから E1 になるみたいなね、はい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 、で G1 入ってあまだまだっていう余裕だよっていう、これ E1 切りだとまだ G1 引いて、うん、テンパイ伸ばしても余裕に見えますけどね、うん、ところがそのあれで G1 引いちゃったらもう死にそうだよね、振り点で泣くこともちょっと微妙ですもんね、まあ、泣けるけど泣いたらテンパイにしたいよね、振り点にしたいですね、うん、泣いていいシャンテンじゃね、はい、泣けないよね、これ楽勝の2000点だったでしょ、
ヤングパーソー、まあ、例えばね。でもまあそれでもあれを E1 切ってて今売ってると、うん、まあ、形がいいシャンテンですよね、うん、なかなかテンパンないね、テンパンないですね。言ってる感じかな。チュンチャンパン引かない、引かないねみたいな。さあ伊藤はいいシャンテンですね。そうだね、ここもそんなに安い手をね上がりたくもないけど。そうなんですよ。でももうしょうがないよね、もう3着で。あれ、まあ、今からもう一回言わんでもいいぞ、もう一回、もう一回今ですか。もう一回言わんだろう。手伸びてねえだろう。あ、テンパイ入りましたけどどうしますか。急そぎりするでしょきっと。ああ、急そぎりそうですね。単位をというかもう行っちゃうか。もうでもそろそろやんないと、もうあれがないからね。西川の手が伸びてきた。これ追い越されて換算数積もられたらどうすんだい。どうしましょう。ひどいぞそれは。ダメだ、転敗しない、うん、追い越されそう。追い越される可能性ある。追い越されそう。まあそれもなかなか。でもね、ただ簡単に今追い越せないところに問題があるわけだけどね。うん、ドラです。もう一回言わんでもいいんじゃないねって言ったね。サブローピン打つのか、イーマン打つのか、ローマンチーマン打つのか。サブローピンが打ちづらいけど。おお、ドラ打った、うん、いいシャンテンはキープ。いい、うん、まだわしね。はい、まあ伊藤プロもこれも上がっといた方が。うん、ただね、今負けてるからね。そうですね、うん、これは上がったんじゃちょっと。いやあまりにも安すぎちゃうね。タイヤを飲みとかになっちゃう、うん、ああ引き戻した、引き戻したぞ。戻したぞ。はい、3ピンチーテンダイト。ここは3万打ってウーソーローソーの転敗。ローソーが下がってリーチきたが、このパーソー。そうですね、間に合った。はい、柴田も間に合わせました。いやー非常にちょっとハラハラしましたが、柴田ピンフドラ1で2000点の上がりです。はい、3回戦はトップに西川、2着に柴田、3着伊藤、4着前原の並びです。 E1 切ってるとどうなったかな。3走数あたりの、うん、の転敗になってそうです ね、 ね。はい、ということで、3回戦終了いたしました。引き続き最終4回戦です。